シンポトンは、ノルウェーのリバタリアン政党。アンネ・シュランゲ第二次世界大戦前から、右翼活動に関わっていたアンネ・シュランゲが1973年に創設した、その名も、税金と公的介入を強力に縮小するためのアンネ・シュランゲの党が前進。同年の総選挙では、労働党と既存保守政党の双方への批判票を集め、4議席を獲得した。 翌1974年にランゲが死去し、エービンエックボが党首に就いたが、路線をめぐる内部対立が深まった。この結果カールハーゲンをリーダーとするグループが離党して、改革党を結成した。1975年に再合同したものの、選挙では長く低迷することとなった。なお1977年に、現在の進歩党に解消している。その後、 党組織の構築やハーゲンの効果的なテレビ戦術が、こうを奏して、1989年の総選挙では、165議席中22議席を獲得する大躍進を遂げた。1990年代後半からは、第2党内次第3党の地位を確たるものとし、2005年には169議席中38議席と、再び躍進して、 得票率も20%を超えた。長年にわたって、党の顔であった、ハーゲンは2006年に党首を退き、当時36歳の CV 演戦が後継党首となった。2009年の総選挙では、第2党となっている。2013年の総選挙では、第3党となった。第2党のノルウェー保守党との少数、与党連立構想は、 進歩党に一時期ノルウェー連続テロ事件の容疑者、アンネシュベーリング・ブレイビクが所属していたことから議論を呼んだ。2020年1月20日、政府が愛するに関わっていた疑いのある女性を子供の治療が必要としてノルウェーに送還させると決定したことに抗議し、党首 CV 沿線は財務大臣を辞任し、党も連立政権からの離脱を表明した。反移民政策。 ただし、全面的な移民排斥ではなく、ノルウェーは男女平等で福祉の進んだ国家である。ゆえに全く考えの異なる移民を迎えるなど到底、できないとして、主に中東、北アフリカからやってくるムスリム移民の抑制を唱えている。隣国デンマークのデンマーク島のように、白人以外の外国人を排斥するなどのような、単純な反移民政策とは異なる。経済。 財政政策においては国家の介入を最小限に抑え市場原理に委ねることを主張している。経済の大きな部分を占める公的部門を民営化し、累進的課税の除去による経済活動の活性化など福祉国家の転換へ向けての政策が中心となっている。こうした急進的な政策のため議会内で一定の勢力を築いたにかかわらず、 政権への参加は長い間実現しなかった。ノルウェーの政党は社会主義ブロックとブルジョアブロックに分かれて連立政権を形成することが多く、進歩党は政策的には後者に近い。しかし2001年に発足したキリスト教民主党中心のボンデビーク政権があえて少数政権の道を選んだように、進歩党はブルジョアブロック政権においても、 その閣内パートナーとして迎えられなかった。2013年発足の保守党を中心とするエルナ・ソルベルグ政権でようやく政権入りしたが、戦術の通り結局は2020年に連立政権を離脱するに至った。ありがとうございます。